はい、どうも、妖怪三国志国取りおず、結構長いな。今回もやっていきます。4マコンエースゲット。今回はね、ただいまランクイベント開催中なんですけど、今回はね、七遊武将妖怪屈原さん、こちらについてね、やっていきたいと思います。まあちょっと私普通に頑張ろうかなぐらいにしかあれで、ちょっとね、無理はあんましない予定なんですけど、結構強そうなんでね、見ていきたいなと思います。ちょっとね、なんかね、調子悪くてね。で、ランクアップはね、こんな感じですね。1位、2位、4位って感じですね。うん。はい、なかなか難しいんですが、まあ、今回ね、ログインボーナスすごいんですけど、到達はね、超限界突破の書まで来たりとか、まあ前にも言ったけどね、参加するだけで地府補充もらえるので、各ラン1日2回ね参加して、まあ20セッションあるんでね、200補充ゲットするようにしましょう。おお、 S ランクコインもあったね、そういえば。はい、ということで、極武士にはね、まだ一突なんだけどね。早く十突させて超限界突破もね、したいなと思ってます。はい、そしたら今回屈原さんなんだけど、ここのね、切り替えでね、できて、まあ今もうね、屈原さんの方チャレンジしております。で、英雄秘話でね、まだね1周目しかやってないからっていうとこかな。アニメの方はもうあれか、ちょっとあれなんだな、見れないのか。一応今ね1周目をやっております。で、まあ周回としてはね、まあハードで周回しようっていうのが多いのかな。なので同盟で体力プレゼントとかもあるんだけど、まあ一生懸命ね、1万ポイント稼ぎたいなと思っています。今はまあ5種族編成ってのね、今ゲットしたんですけど、まあゼニとかね、まあ、毎日試練もあるけど、あとね、気になってんのがね、1日1回以上勝利、こちらは屈原さんと歯茎さんがあって、これどっちか1個にしか適用されないのかなっていう感じがしますね。これ今日曜日なんだけど、金曜日から屈原さん始まって、金土の分で2回カウントされてないんでね、多分どっちかしかカウントされないのかなっていう感じがしますね。これ両方カウントしてくれればいいのになって思うんだけど、まあそれは無理なんだな。そして屈原さんは天下統一戦でなんかね、っていうミッションが多いですね。歯茎さんと違って天下統一戦でってことなんで、今5種族でね編成して周回っていうのをやってますね。あとアイテム使わずにっていうの、まあその中で5種族で編成しながら薄ら影の妖怪を倒すようにしてますかね。で、5種族で編成しながら、プリッチーの妖怪でなるべくとどめを刺すように、あとはイサマシの妖怪でとどめを刺すようにっていう感じで、1回で何回分なのかな。でノーマルもね、なるべく集めてって感じでやってます。なので早い人どうなんでしょう、もうゲットしてんのかな。なのでまあのんびりじゃないんだけどね、しっかりやるようにしております。お話で見れるのか、屈原さんね、ちょっと1話分見ましょう。五越地方に戻ってきた。そうなんだよね、もともと駒さんたちの地方の祖という国ね、キングダムでもね祖がいるよね。
スゲンさんは、うん、まあ上昇だったのかな。まあでも歯茎さんもそうだけど、なんかちょっと秘宝の歯茎さんは自害しちゃったけど、クツゲンさんもそうなんだよね。わしが腹が減ってるように見えるか、どいつもこいつも見る目がない。話す価値もない。どいつもこいつも頭が悪い。話す価値すらない。クツゲンさんね、水に身を投げちゃったっていうことで、それをちまきでお供えしたっていうところだよね。ちまきの由来はクツゲンさんだっていう話ももうちょっと調べたんだけど、もう忘れちゃったな。さあ今回はコマさんたちの試練なんだよね、一応ね。はい、という感じでクツゲンさん頑張っていきましょう。で七遊武将妖怪、効果、効果はあるからな。であれおかしいな、クツゲンさんどっかで妖怪がいたはずなんだけど、はい、そうですね、ここですね。クツゲンさんここから見ることができて、S ランクの強さは水、まあニョロロン水の妖怪、必殺技は敵全体に水属性ダメージ、悪い取りつくお払い。そっか、歯茎は打ち消しだったけど、こっちはお払いなんですね。妖力高めで守りも固めっていう感じで、ちょっと魔王来いと被るんじゃねえのって思っちゃうけど、はい、こんな感じですね。能力は敵全体にサボりの超取りつく、超サボりの取りつくが残りヒットポイント 30% か、うん、発動はちょっと難しそうだけど、超サボりはうんいいねって感じ。そして敵全体に水属性ダメージプラスお払い、ダメージプラスお払いか、うん、なるほどね。そしてぶつかり軽減、守りダウン反射、超サボり反射、超混乱反射。反射いいね、今の時代これ反射がさね、地味に嫌なんだよね。そして小生歯茎さんじゃなくて小生屈原さんは老子生屈原という名前で、必殺技は水属性ダメージと守り攻撃速度ダウン、そして悪い取りつくお払いなんだね。うん、そして妖力もヒットポイントも守りもメキメキ高いということで、うん、まあやっぱり魔法恋と若干似てるなっていうのはあるけど、魔法恋も水なんだよな。まあニョロロ水って鉄板だからな。で敵全体超サボりか、に守りダウンが加わったと。なるほどね。で有利な種族への取り付く延長、敵全体の雷吸収ということで、まあ守りの神様みたいな感じで、うん、まあお祓いはねイベントで役に立つので、普通はねお祓い使う妖怪で、まあ最近の調整梅雨休日もそうだけど、うん、攻撃と両方お祓いもやってくれるってことで、まあちょっとゲットがね楽しみですね、クツゲンさんね。はい、というわけでちょろっとやってみましょうか。私メモが古いんだよなこれで、一応そうでねやってます。でさっきあった通り、うすら影とね、うすら影を倒すっていうのとね、でプリチでとどめっていうところもあるんで、どうでもいい、なるべく弱い目のキャラをこうつけてね、育ててないキャラをつけてご種族を無理やり編成して、あとはレベル上げも兼ねてプリチーとイサマシでね、組んでやってます。であとはグマシンでね倒しちゃうっていういつものやり方でやっちゃってるかな。一応イサマシでとどめとプリチーでとどめがあるんで、うん、まあ、今回うすら影が2体しかいないけど、まあ、なるべくね、イサマシプリチでとどめを刺すようにっていう感じで、まあ、これちょっと S ランク使っちゃってるけど、まあ、弱いやつで周回すると、まあ、なんとなくメンバーがたくさんいた方が、このアイテムがゲットできるような気がするんだけど、どうなんでしょうね、気のせいかな。あんまり強いメンバーでいっちゃうと、
そいつらが倒しちゃうんで、まあいつもなるべく群馬神でささっと倒すようにしてるけどね。うん、まあ一応こんな感じで周回して、うん、金を入手と、でこれでさっき1日1回以上勝利がここに加算されたよね。なのでちょっとこれをちょっと最後に歯茎さんね、歯茎さんを見て、歯茎さんでやった時に、カウントされるかちょっと見てみましょう。これはね、これをリセットすればよくて、こっちでね、歯茎さんに移れます。で歯茎さんもね、あとちょっとなんでね、1日1回以上が、うん、あと1回で行くんだけど、で歯茎さんはね、ここにあるんでね、残機章歯茎で閻魔族の妖怪600体倒そうっていうのが9周目にあって、でこれね、国取りやってるとね、閻魔の防衛ってすごい多いので、なので国取りやるときはこっちに切り替えてやってます、ブレは。なのでそうなの、そうしないとねちょっともったいないんだよね。だからなる結構ね切り替えたりしてる、国取りやるときはこっちに切り替えて、国取りやらないときは、うん、屈原さんにしてるかな。うん、屈原さんはのミッションは天下統一系ミッションしかないけど、歯茎さんはね、ほんと、まあ、後半になると、ちょっと4万以上限定とかね、必殺で倒すとか、この辺がせっかく国取りでね、4万以上の敵倒してんのに、うん、もったいないので、まあ、屈原さんはさっき言った通り、天下統一戦のミッションが多いんだけど、まあ、歯茎さんはね、天下統一戦以外のミッションもあるので、まあ、この辺うまく使いたいなっていう感じで、やったりしていますね。うん、まあでもよく焦っちゃうんだけどね。でさっきのところ、ここじゃなくてもう一個のところか。でここがエンマが、エンマを倒そうがあるんで、まあ一応エンマね、ところを選んで歯茎さんはやってるかな。うん、じゃあちょっとやってみましょう。でなるべく歯茎さんのね必殺で倒すようにしてんだけど、なかなかうまくいかないもんだよね。国取りで必殺で倒すの難しいな。あ、やべ、撃っちゃったかな。まあいいや、一応これエンマを倒したってことにもなるから、うん、これで歯茎さんの試練もやったと。で、うん、そう、カウントされないんだよね。1日1回以上勝利がカウントされない。だこれバグなのか、これが正しい仕様なのかは知らないですけど、1日1回以上勝利は、片方にしかカウントされないようですね。ただ毎日試練はカウントされないので、これが不具合なのかってのはちょっと、うん、でもなんか、うん、限定試練が1日1回以上勝利が片方しか適用されないのはちょっとなんか変だなって思うので、皆さんどう思いますかね。うん、まあちょっと仕様上難しいのかもね。とりあえずここはちょっとね、とりあえず注意かなっていうところですね。なのでその回数ね超えちゃってる時は、最初の1勝目、うん、最初の1勝目はとりあえず今の不具合だか、これが正しい動きだか知らないですけど、最初の1勝目はね、あのこの限定試練がね終わってないやつからスタートした方がいいのかなと思っております。うん、なのでここだけは気をつけましょうということで、我が歯茎さんはね、3分の1ぐらいね9周目終わりましたね。なのでちょっと結構ね、国取りの時には切り替えたりって感じで、まあね、気をつけながらやってるって感じで、さっきのねハードモードについても、最初のね1日1回勝利がカウントされるのは最初にやった方なのみたいなので、そこはね注意して、はい、七遊のね試練楽しんでいきましょう。いつゲットできるかな、うん、ちょっとゲットいつできるか楽しみなんですけど、はい、まあそんなに難しくないのかなっていう感じがあるのとね、結構この素材は余ってるので、はい、
そこは今回は苦労せずに済みそうかなという感じですね。はい、皆さんどんな感じですかね。もうゲットされてる方いらっしゃいましたら、よろしければねコメントなどで教えてください。はい、じゃあ今回は、新妖怪ね、新市中妖怪、くつげんさんについて紹介いたしました。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、多分調整も超限界突破できるぐらい強くなると思うので、ね、楽しみにしたいと思います。はい、じゃあそれではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。